アイドルグループ、日向坂46の活動を自粛していた井口真央24がグループから卒業することが12日、公式サイトとブログで発表された。卒業時期に関しては、具体的な日程が決まり次第改めて案内するとしている。井口は昨年9月8日、公式ブログで当面の間活動を自粛することを発表。ご迷惑とご心配をおかけしてすみませんと題したブログで、先日とあるサイトで私と思われる写真が掲載されました。あの写真は私で間違いありませんと説明。アイドルとしての自覚のない行動で世間をお騒がせしてしまったこと、応援してくださるファンの皆さん、メンバーやスタッフの皆さんにご迷惑をおかけしてしまったこと、本当に申し訳ありませんでしたとお詫びしていた。今日12日にはそれ以来5ヶ月ぶりにブログを更新。いつも応援してくださっている皆様へと題し、何度もたくさんのご迷惑とご心配をおかけしてしまいすみません。自分の心の弱さでたくさんの人を裏切ってしまったこと後悔しています。本当に申し訳ありませんでした。言葉でどんなに謝っても足りないですと謝罪の言葉を重ねた。活動自粛期間中、外から日向坂46を見ながら、私はアイドルとしての活動に区切りをつけて次の道に進もうと思いましたと決意したといい、私は日向坂46を卒業しますと報告した。卒業後の進路については企業で働こうと思っています。その中であれもやりたい、これもやりたいといろいろ考えていますと芸能界引退を示唆。みんなのことが大好きな気持ちに嘘はありませんでした。みんなのことが今でも大好きだし、一緒に過ごした思い出は一生の宝物です。本当にありがとうございましたと感謝の言葉で結んだ。井口は日向坂46に改名前のひらがなけやき、ひらがなけやきに一期生として加入。グループ最年長メンバーながらムードメーカーとして体を張ったギャグを披露し、バラエティ番組で活躍していた。